変更翔太変更あのセーマー俺たちがブームを作るモーターボーイスブームです。今日の企画何ですか。何ですか。お絵描き見でーす。お絵描き大好き。ジャッジや。この企画はですね、東大王さんでやった人なんですけども、うん、3人の人がまずリレー形式で絵を描きます。はいはい。その後1人の回答者がそれ何の絵でお題だったのかを当てるというゲームになります。あ、例えばじゃあ三重県ってお題をやるときに、じゃあこれからですね、はい、まあ多分1人持ち時間があってこれは見てみる。あ、三重県から私これ書いて、はい、そしたら2人目が、まあ、これにつなげてもいいですし、どうですか。つなげてもいいし、また違う三重県っぽいものを書いてもいいし。うわうわ、何それ何それ。2.5 番の3人手が何だろう、何だろう、こうやつ。分かる。で、回答した1人は出かけてしまって、で、どうぞ出かけてしまって、何か起こらない。立てればクリア、単純です。なるほど。そんな感じで、お題を決める人が1人、それで、ね、回答者1人、残り3人を獲得してやっていきます。はい、じゃあ、次は行きます。はい、ウォーターボーイズムーブです。じゃあ今回はお題を考えた人が後、はい、で回答者が横にいます。行こう。翔太言語、テーマの順で、はい、1人持ち時間15秒ずつで絵を完成させます。45秒ぐらいで、で、1個はどうしようかな、30秒ぐらい30秒持ち時間があって、それが答えてもらうと何の対価を当てるか。了解です。じゃあ、行きましょうか。じゃあ、担当からお題を出してもらおうか。今回の題はこれです。はい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 、はい、よーい、スタート。余らせるとかあるんやね。そんなことある。すげー、そうドライなんだ。あれやな。あれが見えるな。あ、やばい。なんか、まあ、空気が短いな。どうしようかな。空気が変わってしまったぞ。行きます。はい。よーはい。なんとなく。もちろん。これはもうできてるんで、あと、イエスってあげるじゃん。こんなのは。これもちょっと、社内キャラです。はい、終わり。これがタマタコか。うわこれがタマタコのつもりなんだなと思って。うわだろうと思って。俺めっちゃ大なんだ。ショートだけの時点でもうだ。いいえって。これだけだな。そうかな、でもそうか。マジ。逆にいやあれか、お題がシンプルすぎて。ちょっと考えちゃったかも。なるほど。はい、じゃあ今回は1個がお題を出して、はい、セーマが。ありがとうございます。ラスト。ありがとうございます。
それでは一方の題こちら。じゃんじゃん。お絵かきリレー、よーいスタート。あと5秒3、2、1。あー次だ。次翔太、翔太いきますよ。翔太よーいスタート。いやーこれどうなんだろう。あと5秒3、2、1。ストップ。最後健吾さん、はい、いいんじゃないですかね。いきますよ、健吾さん、よーいスタート。3、2、1、終了。結構いい絵じゃない。いやそれでは松山さん、はい、準備よろしいですか。30秒ね。いきますよ、はい、よーいスタート。はい、ピーみたいなやつ。10秒経過。ピーみたいなやつ。ピーみたいなやつ。魚っぽいのと、はい、ね、あ残り10秒。残り10秒。まあでもあれでしょう。わかりました。はい、夏夏でよろしいですか。夏で。正解は海でございました。しまった、しまった。海やな。間違えた。これ結構難しいかもしれない。海や。夏広げたんだ。サーフィンってもらった。サーフィン、まあそうですね。サーフィンだいぶ取られてるかもしれないですね。いやだ、これだけじゃない。そうなんだ。そうなんだ。そうなんだ。ああ、だから乗って寄り付きた。しまった。海や。これは僕すわ。嫌いの失敗。やばい。やばい。結構難しいかもしれないですね。さっきね2問やったんですけど難しすぎたんで、はい、テーマを決めてそれでお題を言うという形にちょっと変えさせてもらいます。というわけで今回のテーマ日本昔話でいきたいと思います。なるほど。ちなみにお題はこれね。はい、これで、まず IKKO さんからね。IKKO から、よーい、はい、スタート。シュラー。では、安藤さん、よーい、スタート。終了。翔太、よーい、スタート。翔太、情報がないか。終わりかな。では、健吾さん、はい、テーマ、日本昔話で、はい、答え、お願いします。せーの、はい。これ何やろな。あー、なんだっけ、これなんだっけ。あ、出てきてるか。名前がわからん。名前がわからん。名前がわからんってこと。あれやろ。名前がわからんねよ。名前忘れた。かわいいな。名前忘れた。何がわからん。何が伝えたいんかわかる。あ、俺の名前がわからん。題名が。題名がわからん。はい、終了です。もうポイル。まあ、ぽかったらいいでしょ。なんかストーリーって。あ、そうなんです。なんか、ポってなって、これ取れてくやつじゃない。あ、違ったっけ、そんな感じ。あー、正解。これ取れてくやつですよね。正解は、小太り爺さん。あ、これですよね。小太り爺さんか。え、これのことっす。あ、そうあ、そうですよね、小太ってくやつ。え、ここだっけ。なんかここのコクが取れてて、なんか、つけれるんかな、もしあれ。もう一人したいんですよ。なんか、いいコクがさ、まあでも、ストーリーやってたんでね。いいの、いいの。でも、待って、これ何これ。鬼か。かいや、なんか、ナポギリは表しそうなのかなと思って、顔のかなと思って。ボディさん顔のボディに見えますけど、あんまり猫じゃないのかな。ギリ正解。よっしゃ。よし。初クリアや。
動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。じゃあ皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあ